ストライクウードキング、こんにちは、今頃です。カルトです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ってことで、モンスト夏休みが、明日土曜日来るわけなんですけど、過去キャラも復刻されます。はい。なので、過去キャラを振り返ってね、まあ、あんま詳しくない人のために、なんか参考になればなと思い、引くべきか、引かないべきかみたいなね、そこら辺判断を含めて、はい、行っていきたいと思いますね。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、まずは2015年組からですね。テキーラアルファです。重心がテキーラアルファ、まあ、当初はねこの友情持っててこの捨てだからさめちゃくちゃ強えなっていう、殴れて友情も強いキャラっていうイメージのテキーラアルファだけど、今の時代になってはやっぱり重力超ワープってね結構キャラも出てもう友情もこれでバランス型、まあスペックは高いんですけど正直使うところが今のところないなっていう印象です。寂しいね、アビリティとか、ちょっと最初2個じゃん、アビリティ、ね、そうなのでテキーラアルファに関してはまあ2015年組なんで一番古いんだよね、重心が2019にしたとはいえ、なのでまあ重心が買い待ちかなっていう印象です。はい、続いてノンノアルファです。こいつはぶっちゃけめっちゃ強いです。最近だったらねテラやらね、で近畿の、16とか重力ダメよみたいな政治なんですけど、はいはい、そこでもう活躍しているっていう、そして最近超バランスの強化があってさらに友情コンボも全敵貫通ロックオンっていうね、でなんて言っても SS が強い。そうな、これ弱点特攻はね倍率えぐいんですよね、だからフィニッシャーにも慣れてしまう、これがねやっぱり重宝されてる理由なのかなと思います。なかなかやっぱね重力ダメをブロックってくる代わりになるキャラも少ないんで、まあ、最近だと友情で言っちゃうとねアムリッタとか置いとけばいいじゃんこの友情ならって思うと思うんですけど、やっぱこのストライクショットの替えがちょっと効かないっていうところこの浴びたいようで、だからちょっとノンノアルファに関しては、2015年のキャラの中ではだいぶ上、今回の夏アルファの中でだいぶ上の部類だと思いますね。やっぱこのスペック2019重心化してから時代気づいたキャラだからさ、いまだにやっぱ強いだよ。2年経った今でも今十分だね、現役だと思う、うん、テラでビビったもんね、全然強いよね、全然強い。はい、じゃあ続いてサタンアルファ、尖りに尖った、8ターンオールアンチの水属性キラー持ちのキャラですね。まあサタンって感じだね、キラーガンモリでアンチギミックなしっていうのが、で最近のサタンアルファなんですけど、なんか27国のなんだろうなんてなってっかな、だからすごいもう特攻する攻略があるんですけど、もう地雷とか無視するその攻略の時に使ってるのを見たことはあるんですけど、それ以外だったら最近だったらそんな目立った活躍はしてないかなとは思います。まあもちろんねそのカルナとかさ、近畿22でも使えるキャラではある、まあ、その代わりその結構考えて使わなきゃいけない、まあ、テクニカルなキャラだと思ってます、まあ、なんでこいつも結構注目キャラではある、まあ、だけどテクニカルだからね、雑には強くないね、そう雑には強くないから、だからこういうキャラが好きって人は引いたらめちゃくちゃ使って活躍できるキャラだと思うんで、サタンアルファもまあおすすめっちゃおすすめかもこの夏が。じゃあ、はい、これで2015年は以上で2019年かな、はい、こいつから見ていきます。サンダルフォンアルファちょっと自分持ってないんでそこまで詳しくは言えないんですけど、まあ持ってなくても困ってないです全く。まあ、触れ枠では使ってたんですけど、友情キャラっすね、完全なる水中型貫通弾と超絶ホーミングで、この SS の友情ビット展開、まあ、モッツァールとかについてるやつね、友情を3つ出せるようになる、それを使った時の友情火力が半端ない、とりあえずで減速感持ってるんだよね、これが希少性がねあって非常にいいっていう、友情がバシバシ通るステージだったらね、サンダルフォンアルファはね正直めちゃくちゃ強いっすね。うん。だけど、まあ、今の環境的にそんなに重要ではない。まあ、水中型っつうのもね、もう時代的に、
なんか三方向追従とか出てる時代なんてね。そうなんだよね。うん、ちょっと取り残されてる感、超絶コミが強い。だからこれ三方向になったらすげえ俺面白いなと思ってね。面白いね。なんか、うん、もし重心化返したらちょっと怖いなってキャラ、うん、なのであの今後時代を築くかもなってキャラだと思ってます。今のところだと。だけど今後のことだからさ、不透明なのよ。そう、だから回実装のタイミングでいいと思うけどね。多分ガチャ来るし。そう、うん、そうだね、うん、そうだからまあこの期間に重心化回することはないと思うんだよ。一応2015年組もあの重心化回待ちだから、うん、そうね、はい。なのでサンダルフォンアルファは、まあ、今回のその復刻の中でまああったら楽しめるとは思うけど、結構将来的なキャラなので今じゃなくてもいいかな感はある。ムーアルファ、はい、パワー型でこいつも尖りだかね。マイン EL まず3倍ね。でウィンド持ってるのもねでかいんですよね。でドッグキラー、はい、でドッグキラーが友情に戻ってきて、友情コンボが貫通6コンビの弱点貫通6コンか、はいはい、これがねその当初ね僕はレギュラーとしては近畿の6の6レギュラーで使ってました。桂小五郎で毒を振りまいてこのムーアルファの友情を出すっていうね、めっちゃ強いそれでめっちゃ強かったんだけど、まあでも今でもそれ使うかな、まあ、使うかも。今いろんなキャラさ6の6いけちゃうじゃん正直。そうね、最近は5条だけどな。あ、まあ5条でもいい、うん、5条でもいい全然。だからそういっぱいいろんなキャラ出すぎていけるキャラが多い。そうそうそう、まあ、強いんだけど、そう埋もれてきちゃってる感があるね。ムーアルファじゃなきゃいけないわけじゃないから。そう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 、ムーアルファなんならもう変わった攻略になってるからって。まあ弱くはないけど SS 動けないのもなんかちょっと今の時代はずっとそうだけど、ちょっと使いづらいかな、うーんとは思う。まあスペックはあるが、うーん、まあ、今のところ最近は特に俺は使ってない。なるほど、うん、だから優先すべきではないと思う経験上。はい、そしてメタトロンアルファ、これはもうみんな結構欲しいんじゃない。結構注目キャラの一体だとは思います。まあこのワープブロックじゃ基本的には高難易度の殴りのステージで活躍するキャラ。そしてスピードアップ持ってるんでサポートにも素晴らしい。まあ、リアルなステージで言うと近畿ですね。近畿20の、刹那集会では重宝されていたキャラ、まあ、今でもね使ってる人は多いとは思うんで、まあ、もし近畿やりたいな刹那やりたいなって方は、まあ、引いといてもいいとは思うけど、今20の極もキャラがだいぶ増えまして、メタトロンアルファを連れていくかって言われると個人的にはそこまで優先順位高くないのかなと思っちゃってるよね。でもメタトロンアルファってこのスピードアップがあるからさ、なんだろう、あれここスピア欲しくねってなった時に、あメタトロンアルファいるじゃんってなって、なんだろう、隙間で使ってくんだよ1枠そうそうそう、1枠入れたらそう便利になるキャラなんよメタトロンアルファって。しかもスペック違う、捨てが高いじゃん。で、超バランス強化も来ました、ね、3687からここからジャッキ乗るんで、やっぱキャラスペックだいぶ高いよね。こいつ徐々にさあの評価を上げれてたキャラなんだけど、で近畿でもうこいつやべえってなって、はい、はい、でもちろん今でも健在なのでメタトロンアルファは、まあ、今でも活躍できるね一応。そして2020年、あとあるか、こいつは強いっす。強い、ね、まあ上に新しくなるごとにね、やっぱりその時代に追いついた制度になってくるん で去年のワトワルね、まあ、こいつは強いね。もうつい最近でもミケノってなんならレギュラーで使ってるレベルです。まあこいつ強いところはやっぱり、まあ、魔法陣対応してんだ、これは偉いなって思って。このワープ魔法陣のラインね、そんなに強いキャラ多くない。まああのなんだっけ、アグナムートとかさ一応いるけど、まあ、その辺と比べても全然勝負できる
勝負できるとか、ワトワルの方がいいね。なあ、なんなり上だと、うん、アグナムとコネクト発動さえむずいじゃん、つかもう無理って言われてんじゃん。まあまあ、もうあいつの話はやめよう、あいつの話はやめとくか。なのでワトワルを使ってる人が多いんじゃないかな。はい、まあ、去年から注目されてて、そしてターンチャージも優秀だね、サポートしても。でなんといっても友情ね、コピーパワー型のコピーで、これが貴族セキュラーになってしまうんで、他の友情コンボとの組み合わせもいい。でワープ魔法陣つったら最近だとカマエルだね。カマエルとの合わせもいいのよ。コピーできちゃう、コピーできちまう、こいつは文句ないっすね。そしてヤマトアルファですね。これは捨てがおかしい方言い方のくせに。はい、で、魔法陣ブーストがだいぶでかいかな、個人的には。でウィンドブロックなので9の悟空適正としてまずこの時代出てきました。まあ、現状でも9の悟空ってめっちゃ強いですね。そうですね。はい、で SS が、分身をセットするやつで、その分身に触れると友情コンボが出る。で9の悟空友情コンボ禁止なんですけど、こいつの SS を打てばなんか友情コンボ出てしまうと、でそれで倒せるという形になっている。で原則感の対応してるのが偉いね。なんか何気にその今はもうできないけど未開の11とかで活躍したりとかね。そう、原則感持ってるからいけちゃうみたいなとこちょくちょくあるよね。うん、なんなら別にディビジョンもいけますね。そうですね、うん、まあ妥協にはなるけど、正直、うん、正直妥協にはなるけど、ヤマトアルファはいけますってな感じで、ヤマトアルファもだいぶおすすめできる。やっぱ強いね、2020年組。まだまだ1年ね。まだまだだね、いけます。そっからの、それからのもう最強キャラ、これ最強キャラです。これ最強キャラっす語彙力解けたじゃん急におかしいんですよね、原則株しか持ってないですかこれなぜか原則株しか持ってないっていう、あの深いキャラっすねで、はい、ちょっとあの真面目に話すと、はい、あの当初未開の9でめちゃくちゃ強かったキャラ、未開の9なんなら孫悟空アルファ一番強いんじゃねって言われてたぐらいの最強キャラだった。だけど9の未開9はなくなりました。ちゃんとやってる人はもうできないんですよ。もうできないです。それ以降孫悟空アルファの姿を見たやつはいないです。はい、なので2020年組に関してはこのやっぱワトワルとね、ヤマトアルファ、やっぱこの2強、うん、こいつらは間違いなく強いんでね、その2体を狙うのかな、いいんじゃないかなと思います。はい、ってことで過去のアルファ夏のアルファシリーズ見てたわけなんですけど、まあキャラを上げるとしたらノンガルとワトワル、ヤマトアルファ、ここがちょっと抜けてるかなって感じがしてる。現環境で見て、現環境で見て、うん、うん、使うかな、引いたら使うなっていうキャラ、俺がね。でもちろんその大前提として新しいアルファシリーズを引いた方がいいです、これは間違いない。あ、例えばよ、うん、じゃあこの過去 3つのガチャ、はい、一体も持ってない中何引いたらいいってやったら最新、それでもそれでも最新だね。最新か、一旦今挙げたその注目キャラとか挙げたけど、まあ、まず引くならば最新、これはまあ大前提ね、うん、でそれ持った上でまあちょっと結構早めに引けちゃったし、なんか過去のアルファシリーズも入手しときたいなって思った時の優先順位としては、まあ、俺はまあノンアルだと思います。でその次にワトアル、ヤマトアルファ。なるほど、うん、だけどそのガチャがその年代別に分かれてるから、その当たりが多いのはそのやっぱ2020年組のワトアル、ヤマトアルファ、はい、うん、こっちから引いていくのが個人的にはいいんじゃないかなと思って、やっぱ当たりの数が多いから。だけど猿が広角な可能性あるんで気をつけてください。シアルニキクソ笑ったかな、やばすぎ、クソ笑ったかな。はい、ってことでいろいろ話してったんすけど、まあ最悪引かないって手もあるから、うん、全部そうね。まだまだ9月か、9月終わりか10月初めにコラボ
可能性ありますからね。まあそう、それを見てもいいとは思うし、まあでもやっぱ前提として引くのは新しいやつですね。そうっすね。何引くか迷ってる方は、はい、土曜日明日多分、はい、12時から、はい、まあ新しいのを引いて、まあ見るのがいいかなと思います。まあ時点でさっき言ったバトアル、ヤバトアルファ、ノンアルファ、ここら辺は狙ってもいいんじゃないかな、うん、とは思います。はい、ってな感じで明日のガチャ、幸運を祈りま、うん、大事なのを噛む、幸運を祈りましょう、幸運を祈ります、祈りましょう、はい、祈りましょう、祈りましょう。じゃあやばいな、ちょっと調子悪いな。はい、皆さんの幸運を祈っております。はい、僕のも祈ってください。ということで以上です。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。